はい、こんにちは。オクタビアチャンネルです。今回ですね、ようやくグランドセフトオートトリロジー決定版の発売日が日本向けにアナウンスされました。もともと他の動画で以前発売日変更されたよっていう動画を出していたんですけども、日本ではなくて、海外のみにアナウンスされていたので、結構国内でも皆さん多分結構混乱されてたと思うんですよね。Twitter などを見てても発売日前日にそのお店からのメールで知ったとか、全く知らなかったとか、そういう方がすごい多かったんですよね。で、発売日はですね、結局以前アナウンスしたのと同じように、PlayStation 4をスイッチともに12月7日から延期して2022年1月27日発売に決定しました。ここで気になる点があるんですけども、以前どこかのサイトでは5000円で単品販売もあるという記事を書いていたサイトかな、あったと思うんですけども、どうやらそれはなさそうですね、今のところは。まだこの辺もちょっとわからないんですけども、今のところは3本セットの決定版トリロジー7700円しか見当たらないですね。Amazon とかは割と発売日がわからない時とかに半年後とか適当に設定することがあるんですよね。なので6月とかになってしまったって嘆かれてる方もいたんですけども、多分違いますね、それは。確かにでもなってました、Amazon は6月20何日発売に。適当に設定しただけだと思います。もう一つ気になる点なんですけども、これは Nintendo Switch 版だけなんですけども、すべての内容をお楽しみいただくには、一定以上の空き容量と、インターネット接続によるゲームデータ、括弧無料のダウンロードが必要です。Nintendo Switch 本体の内蔵ストレージ、または SD カードにファイルをダウンロードしてくださいとの表記があります。また、パッケージにも下の方にですね、ゲームプレイに関する重要なお知らせがあります。裏面を必ずご覧くださいという表記があります。多分、先ほど説明した文が裏に書いてあると思われます。これがどういうことかっていうと、多分ゲームカードに3本分のデータが入らなかったんだと思うんですよ。なので、必然的にダウンロードは必要になるとは思います。これは個人的な予想なんですけども、おそらくこのゲームカードの中の初期の状態っていうのは、配信された時と同じ状態だと思うんですよね。なので、アップデートされたデータを全てダウンロードして、ようやく今の状態になるっていうことだと思うんですよ。ダウンロードしなくても最初からアップデートされたような内容がゲームカードに含まれているっていうことではないと思うんですよね。これはあくまで僕の予想なんですけども、ただ一度マスターアップしたゲームを一度何て言うんですかね、作り変えるとかそういうのってちょっとありえないと思うんですよね。1ヶ月の延期でそこまでやるのかなとは思うので、多分なんですけども、その商品自体には何も変更は加えられてなくて、ただ発売を先延ばしにしたことによって最小限に苦情を食い止めたという見方ができるんじゃないかなと思ってます。まあ、まだまだね、すごいバグとかも多いので、ぜひともこの1月27日までにはアップデートでどんどん改善してもらって、気持ちよくプレイできたらいいなと思っています。今回はサクッと情報をちょっとまとめさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。